中国ロケットの残骸、ほぼ完全な形で、落下、か、米が追跡。4月29日、宇宙ステーションの中核部分となる、天和、を、搭載し、打ち上げられた大型ロケット、長征5号。中国が4月29日に、打ち上げた大型ロケット、長征5号、の、残骸が大気圏に再突入し、地球上に落下することが、懸念されている。米国防総省は5日、ロケットの行方を追跡していることを明かした。今月8日前後に落下すると予測されるが、現時点では落下地点はまだ特定できていない。海上に落下する可能性が高いと見られている。長征5号は中国独自の宇宙ステーションの中核部分となる天和を搭載し、中国南部の海南島から打ち上げられた。米国防総省のカービー報道官は、ロケットの残骸について米宇宙軍が追跡しているとした上で、ロケットはほぼ完全な形で落下してくると理解している、と話した。落下は8日頃と予測しているが、大気圏に再突入する地点については数時間前にならないと特定できないという。落下してきたロケットの残骸を迎撃するなどの対応を取る可能性について、カービー報道官は対応策を探るにはまだ早すぎると明言を避けた。最新の追跡情報はホームページ上で公開している。ロイター通信は残骸は大気圏で燃え尽きずに落下すると見られるが、海上に落ちる可能性が高いという専門家の見方を報じている。詳しくははじめくんのブログへ。